こんな間近で貨物列車を見られるなんて控えめに言って最高ですね。貨物ジャーナルです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。2023年10月12日7時14分輝き500号に乗車しております。ただいま篠ノ井駅の横を通過しております。本日は千葉へ出張です。仕事が終わりとある駅に到着しました。赤い帯の電車が停車中です。ここは千葉県の蘇我駅です。この駅にやってくる貨物列車を見てみたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。そして高評価とチャンネル登録をお願いいたします。早速一番ホームへ向かいます。ホームには自宅へ帰るたくさんの方が電車の到着を待っています。ホームに降り立ち左の線路を見るといました、貨物列車です。コンテナを積載した小汽車、その奥に EH200、 左にパーンすると石油を運ぶタギが停車中です。早速貨車たちのお出迎えを受け大満足です。タキ4万3000がいます。このずっと先まで続いているようです。続いてその隣の小汽車に積まれたコンテナを見てみましょう。千光さんのコンテナ、確か樹脂ペレットか何かを運んでいたと思います。灰色のこのコンテナ、出光興産さんやプライムポリマーさんなどの表記のものもあります。さらに奥には EH200 が控えています。 EH200 の22号機次はどの運用に入るのでしょうか。さらに前へ進みます。見えてきたタンクコンテナは三菱ケミカル物流さんの N メチル2ピロリロン専用タンクコンテナです。洗浄剤や剥離剤として広く使用されているそうです。三菱ケミカル水島事業所さんで製造されているとのことで、このコンテナは水島と千葉貨物の間を行ったり来たりしているのでしょう。その隣の黄緑色のコンテナは同圧運さんのダンプコンテナです。シュレッダーダストや RDF 廃棄物から作り出される固形燃料を輸送するコンテナのようです。トラックのダンプカーのようにダンプアップして積載物を下ろすことから、私はダンプコンテナと呼んでいますが、正式名称は無害コンテナなのでしょう。そしてしばらく JR さんの12フィートコンテナが並びます。どれも同じコンテナのように見えますが、コンテナの高さが不揃いとなっています。コンテナの上の方に白い帯があるものはないものに対して10センチほど高さが高くなっています。かつて活躍した古希5万形式が引退し、車高が10センチ低くなった古希100系列のみになったことから、今後生産されるコンテナはすべてこの背の高い20形式と呼ばれるコンテナになります。最後尾、いやこちらが最前列でしょうか。白と赤のタンクを載せた無害コンテナが2機乗っています。これは何でしょうか。ガスケミカル物流西日本さんの無害コンテナ UM8C、 その上に乗る赤いタンクはアルキルアルミニウムという物質専用の容器です。アルキルアルミニウムは空気中の酸素に触れると自然発火し、水に触れると激しく反応し可燃性の強いガスを出すというとんでもなく危険な物質です。それを安全に運ぶためのコンテナになります。この容器1個だけだとコンテナの重量バランスがおかしくなるため、その対応としてバランスを取るための白い容器が一緒に積まれています。こちらは赤いタンクが2個積まれています。空という札がついていますので中身は空なのでしょう。しかしこんな間近で貨物列車やコンテナを見ることができるのはいいですね。このタンク、火気厳禁ではありますが飲酒厳禁ではありません。1日の疲れを癒します。今日もお疲れ様でした。ビールを飲みながら貨車を見ていると向こうから何やらやってくるのが見えます。 EF210 ですね。
この貨車たちを牽引するためにやってきたのでしょうか。走車係の方がステップに乗り誘導のもと動きます。 EF210 の110号機のようです。ポイントを超えたところまで移動し停車しました。こちら側の全部標識灯がつき、ポイントを渡り貨車が停車している線路を進んでいきます。手前で一旦停止します。走車係さんの誘導によりゆっくりと貨車に近づきます。連結しました。この後ブレーキ試験を行い出発に備えます。少し EF210 を観察してみることにします。 EF210 の110号機、側面に桃太郎と犬、猿、キジが描かれています。2020年の全般検査で今のデザインになりました。 EF210 は新鶴見、吹田、岡山の各機関区に所属していますが、この110号機は新鶴見の所属です。JR 貨物さんの機関車の中で今も勢力を増やしつつある形式です。18時53分静かに動き始めました。この列車は4096列車、千葉貨物発東京貨物ターミナル行きです。機関車は EF210 の110号機、その後ろにはアルキルアルミニウム用タンクを積載した無害コンテナが2機、その後ろには JR さんの12フィートコンテナが並びます。東亜ツーンさんのダンプコンテナと三菱ケミカル物流さんの N ミチル2キロリロン専用タンクコンテナ、センコーさんと JOT さんの20フィートコンテナ、JR さんの31フィートウィングコンテナ、 JOT さんのエチレン酢酸ビニール専用タンクコンテナ、DIC さんの20フィートコンテナ、最後尾にも JOT さんの青色および線香さんでしょうか、灰色の20フィートコンテナが並んでいます。蘇我駅を定刻に出発していきました。いつの間にかタンク貨車はいなくなっていました。混雑していたホームは少し静かになりました。特急さざ波が発車していき、内房線千葉行きも発車していきます。外房線発車とともに内房線が到着したりと、複雑な配線にもかかわらず多数の列車をさばいております。19時28分、いつの間にか PF が停車していました。そしてその向こうから千葉貨物駅を発車した貨物列車がここ蘇我駅に到着しようとしています。さあ PF と並びます。おっと、ここで横須賀総武快速が来ます。 いい感じで並びましたが、結局かぶってしまいました。ホームでの撮影においては避けては通れないものです。この快速の発車を待ちます。発車しましたが、機関車はもう切り離されていました。遠くにいますね。今全部標識灯が点灯しました。こちらに進んできます。京葉臨海鉄道さんの KD60 型ディーゼル機関車が次の運用に向けて進んでいきます。続いて隣にいる EF65PF が走車係さんの誘導により動き始めます。
隣の貨車に連結されるのでしょうか。ポイントを渡りこちらに近づいてきます。手前で停車し、操船係さんの誘導によりゆっくり貨車に近づいていきます。連結しました。このように間近で見ることができるのはやはりいいものです。では PF をじっくりと見てみたいと思います。 EF6 号の2090号機、元は1090号機でしたが、2012年運転状況記録装置が搭載されたことにより2090号機に改版されました。しかし PF はかっこいいですね。私はこの国鉄色が最もかっこいいと思っています。まもなく出発の時を迎えます。19時48分、ゆっくりと動き始めました。4098列車千葉貨物発越谷貨物ターミナル行き、機関車は EF6 号の2090号機です。機関車後方には JOT さんの12フィート UR コンテナが並んでいます。その後ろは JR さんの12フィート、それに隠れるように乗っているのは JOT さんのカタロイド用タンクコンテナ。少し離れて日本ツーンさんのレール&シー用12フィートコンテナ。最後尾5両は空車、いや星空コンテナとなっています。4098列車が去った後、先ほど千葉貨物からここ蘇我駅まで4098列車を牽引してきた京葉臨海鉄道さんの KD60 の1号機が軽やかなアイドリング音を響かせながら停車しています。次の列車の到着まで一休みといったところでしょうか。そしてずっと停車していた EH200 も次の始業に向けて確認作業が行われているようです。20時50分千葉貨物駅方面から貨物列車がやってきました。 KD60 に牽引されてきたのは多数のタンク貨車です。多機線が12両連なっております。5月に四日市で見た多機線の線、再び見ることができるか期待しましたが、それは叶いませんでした。機関車の方に向かってみると、すでに KD60 は切り離されていました。千葉貨物駅の方向に進んでいきます。それと入れ替えに EH200 がやってきました。このタンク列車を牽引するのでしょうか。やはりそのようです。多機線から少し離れて停車し、操車係さんが多機に向かっていきます。そして誘導により EH200 は連結されます。では EH200 をじっくり観察してみましょう。高崎機関区所属の EH200、 中央本線や上越線などの勾配線区を走る EF64 の置き換え用として開発されました。愛称はブルーサンダー、側面の稲光が眩しいです。連接車体動輪8軸の巨体で険しい勾配区間を力強く走行します。後ほどご紹介しますが、この列車は長野県の南松本駅へ向かいますので、この EH200 が必要となるわけです。あの急勾配では桃太郎も力及ばずといったところでしょう。まもなく出発の時を迎えます。私が立つホームでは特急若潮と横須賀総武快速が同時に発車していきます。21時12分、
多数のタンク貨車を連結した列車が発車しました。2081列車千葉貨物発南松本行き、機関車は EH200 の22号機です。機関車の後ろにはガソリンを満タンに積載した多機船が12両連なっております。この蘇我駅を出発後は京葉線を走り、南船橋を越えたところから武蔵野線へ進み、国立から中央本線に入り、険しい山道を登っていきます。ガソリン満タンのタンク貨車を引き連れて上り勾配を運転するのは非常に大変だと思います。イノシシさんやシカさんに出くわさないことを願います。この列車夜通し走り続け、目的地の南松本駅には5時55分に到着となります。私貨物ジャーナル、この日の撮影はここで終了し、翌日もまた早朝から撮影したいと思います。おはようございます。10月13日5時4分、稲毛海岸駅にやってきました。昨夜はこの近くに宿泊しておりました。では、貨物列車の撮影に向かいたいと思います。京葉線の上下始発列車がやってきました。早朝にもかかわらず、多くの方がこの電車を待っていらっしゃいました。空が次第に明るくなってきました。この日も晴れそうです。5時26分、蘇我行きの電車が発車した後、向こうからやってきたのは、8179列車千葉貨物発郡山行き、機関車は EF210 の122号機です。その後ろには多機11両が並んでいます。軽やかなジョイント音を奏でながら通過していきました。5時39分蘇我駅へ向かう電車に乗車中、向こうから貨物列車がやってきます。8877列車千葉貨物発倉賀野行き、機関車は EF6 号の2080号機です。こちらも多機数量が連結されていますが、あっという間に行ってしまいました。進行方向右側に海が見えてきました。社会の授業で習った京葉工業地帯が広がります。蘇我駅に到着しました。日が昇り明るくなってきましたので、構内の様子がよくわかります。この時間貨物列車は全くいません。次の列車の到着を待ちます。6時18分、貨物列車がやってきました。4099列車、越谷貨物ターミナル発千葉貨物行き、機関車は EF210 の329号機です。機関車後方には、日本 A&L さんのラテックス用タンクコンテナ、線香さんの灰色20フィートコンテナ、しばらく青空コンテナが続き、その後ろには JR さんおよび JOT さんの12フィートコンテナが多数積載されております。この後機関車が交換され千葉貨物駅に向かっていきます。まもなく1番線に普通千葉行きが参ります。油断していたら出発してしまいました。機関車は遥か向こうにいるようで、ホームからは全く見ることができません。次回はこの先、千葉貨物駅方面も訪問したいと思います。さあ、撮影のタイムリミットが近づいてきました。貨物列車が近づいていますが、同時に横須賀総武快速も近づいています。来てしまいました。さあ、行け行け行け。通過したと同時にやってきたのは EF210 の348号機牽引の8178列車郡山発千葉貨物行きです。多機43000および多機1000が郡山までガソリンを運び、空になって戻ってきました。空車ということもあり、ジョイント音が軽やかに聞こえます。停車後、機関車交換の後、千葉貨物駅に向かっていきます。私貨物ジャーナル、ここでタイムリミットになりましたので、この列車をもって撮影終了となります。今回は蘇我駅の夜と朝の風景を撮影しました。いやー、今回も楽しい撮影となりました。また来たいですね。今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。